私は。ねえ。よし。よっしゃ。私は。よし。ああ、よ、そうだろ、リーダー。私はよし。リーダー、では素晴らしい。楽しみにして、ご用件を伺います。登録なさるのですね。私も役に必要な素材は揃いましたかな。いずれも手間をかける価値はあると言えましょう。こちらのペルソナですね。こちらでよろしいですか。引き継ぐスキルをお選びください。強大な力を授かって生まれてまいりますな。強大な力を授かって生まれてまいりますな。どちらを継承なさいますか。強大な力を授かって生まれてまい楽しみでございますな。
ちらにいたしますかな。こちらでよろしいのですか。こちらでよろしいのですか。どちらを継承なさいますか。少々引き継ぐスキルをお選びください。強大な力を授かって生まれてまいり始まります。こちらでよろしいのですか。新たな力をお求めですか。どちらにいたします。特別なペルソナをご所望ですな。必要な素材は揃いましたかな。どちらにいたしますかな。こちらでよろしいのですか。どのようなペルソナが生まれるか楽しみですな。こちらでよろしいのですか。少々見劣りするようです。引き継ぐスキルをお選びください。Thank you.
強大な力を授かっては始めるといたしましょう。するペルソナをお選びください。こちらでよろしいのですか？こちらでよろしいのですか？引き継ぐスキルをお選びください。力を授かって生まれてまいりますな。始まります。どうぞご覧ください。こちらのペルソナです。そちらはすでにお持ちです。こちらのペルソナですね。おやめになりますか？どうぞご覧ください。その
のペルソナが気になりますか？ご覧ください。こちらのペルソナですね。ご覧こちらでよろしいですか？内なる力を こちらを引き出すのですね。それではこちらを。こちら、そちらはすでにお持ちです。こちらのペルソナですね。そちらはすでにお持ちです。合体するペルソナをお選びください。こちらでよろしいのですか？少々見劣りするようですが、どちらを継承なさいますか？膨大な力を授か、これはこれは。合体するペルソナをお選びください。少々見劣りするようですが、探すといたしましょう。よくお考えになるとよろしい。どうぞご覧ください。
そのペルソナが気になりますか？こちらのペルソナですね。こちらでよろしいですか？内なる力をご覧ください。こちらのペルソナですね。こちらを引き出すのです。内なる力をこちらのペルソナです。こちらでよろしいですか？内なる力をご覧ください。そちらはすでにお持ちです。ご覧ください。こちらのペルソナですね。こちらを引き出すのですね。それではこちらを、これまでの歩みでございます。こちらのペル、こちらを引き出すのですね。内なる力を、ご覧ください。こちらのペルソナですね。合体でご必要な素材は揃いましたかな？どちらにいたしますかな？こちらでよろしいのですか？こちらでよろしいのです。どちらを継承なさいますか？なかなかの力を、では始めるといたしましょう。こちらでよろしいのですか？引き継ぐスキルをお選びください。どちらを継承なさいますか？強大な力を授かって生まれてまいりますな。強大な力を授け、始まります。
合体するペルソナをお選びください。よくお考えになるとどちらにいたしますかな。良い選択かと存じます。少々見劣りするようですが、こちらでよろしいのですか。良い選択かと存じます。どちらを継承なさいますか。強大な力を授かった。楽しみでございますな。どうぞご覧ください。そのペルソナが気になりますか。ご覧ください。こちらでよろしいですか。内なる力を。こちらのペルソナですね。こちらでよろしいですか。内なる力を。こちらのペルソナですね。ご覧ください。受けたまわりました。また
私は。それでは探索開始だ。ペースだ。このまま行こう。シャドウがどうしますか。敵だ。片付けるぞ。怖くないと言えば嘘になる。気をつけろ。敵だ。前方にシャドウだ。蹴散らすか。シャドウか。どうする。階段はこの位置か。このか。皆さんとここまで歩んできたこと、私、決して忘れません。やっぱり来よったか。貴様、もう一人の連れはどうした。高屋なら先へ行ってもろた。あの人はわしなんかよりなんぼも上まで行けるお人や。それよりこないな場所まで来よるとは、本気でニュクスと張り合う気らしいな。あなたたち、どうしてニュクスのこと。死んだいくつきがいろんな場所に残しとった記録を集めさせてもろただけや。もっとも妄想が混じっとって、何や分からんところもあったけどな。いくつきを知ってたってこと。お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで、ほんま。まあわしらかて名前知っとるっちゅう程度や。あいつはわしらを作った研究員の一人やさかいな。お前たちを作っただと。あなたたち本当は一体何者なの。そないなことを知ったかてもうしまいやろ。
お前の相手をしている時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへんけど、高屋の邪魔する言うんやったら許しておかれへん。あんた自分の言ってる意味わかってる？ニュクスを止められなきゃ今日で全部の命が滅びんのよ。だからこそや、どの道わしらは長く生きられへん。ならその前に見たらなあかんやろ。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。そんな。さて、喋っとってもしゃあないやろ。本気で相手したる。こっ。どう転んだかでこれでしまいや。全部出し切ったるで。ここはペルソナ。この一手で行くぞ、アルテミシア。こいつは返す。決断の時です。ペルソナ発動。倒れへんで。高屋ほどやないが、わしかて進歩しとる。お前らの弱点覗かしてもらうで。さあ見せてもらうで。必ず歯ごたえあるわ。せやけど今度ばかりは負けられぬや。ペルソナ。
局面なら頼んだぞ、カエサル。はい、ランチャ展開、前段戦車。まだ本番はこっからやぞ。準備してきとんはお前らだけやない。今こいつで目にも見せたら、とっておきやよう味わえ。どうする、来い。ありがとうございます。これを言ってね、決めてやる。今ならいけそうです。来い。おお、これで出てよ。やってみせます、ペルソナ。負けへんで、ここは死んでも倒産からな。倒れへんで。どうかな。だがこれほどの効果、副作用も。あいつなんて執念だ。この状況ならアルテミシア。俺の力で行くぞ。決断の時です。アテダ。いや、弱点はまだ調べてみませんか。どうする。いや、弱点などは見えてませんね。いろいろ試すらの手です。楽勝。助けてくれ。チェックだ。ボンニュー。この局面ならヘルプ。召喚の時です。私たちに勝利を。流れを使う前段発射です。絶対倒産からな。結局語れへんか。
とどめ刺さんでええんか。高屋のためやったらわしはどんなことかってするで。なぜあんなやつにそこまで肩入れする。お前らには分かれへんやろ。ほんまの暗闇の中で高屋はわしに光をくれたんや。何年前やろな、影時間への適性っちゅうんがまだよう分かっとらんかった頃や。ペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキが霧城の手で集められた。このタルタロスの中を探らすためや。何？けど実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒とは違う。制御に問題が出る。決体だ。薬飲んどらんと最悪自分自身のペルソナにやられてまう。はじめ100人もおったガキが実験凍結までの半年でたったの3人や。そんな、じゃあその3人が。お前たちも霧城に運命をもてあそばれた。高屋はわしをその闇から連れ出して教えてくれたんや。過去にとらわれず未来を望まず今この瞬間だけを生きる。霧城のことなんかは正直もうどうでもええけど、高屋の望みだけは叶ってもらわな。あんた長いしすぎたか。もう話を聞いている時間はない。上へ抜けるぞ。あ、でもこいつまだ。アホが、哀れみなんぞ受けん。迷うな。ニュクスを倒し損ねたら全てが無意味になる。わかりました。ちくしょう。行くぞアイニス。面下げてゾロゾロ来よった。お前らなんぞに食われて信じとるで。高山望み叶うてな。あんたにもろた自由最後まで貫いたる。おい、今のまさか。あいつ振り向くな。行くぞ。ふざけんな。では行きましょう。こちらに。今度こそタルタロスを、影時間を終わらせる。シャドウがいます。シャドウがいるぞ。階段があるな。まだ行くか。あれは手。
調なようですね。気をつけろ、敵だ。ここは261か。宝箱。階段はこの位置か。あの箱、回収したらどうだ？このフロア、探索完了ですね。皆さん、お疲れ様です。となると、もうこのフロアに用はなさそうだが、判断は君に任せる。これが最後。リーダー、お待ちしておりました。私からのお願いです。それで、ようこそベルベットルームへ。新たな力を必要な素材は揃いました。さて、探すといたします。合体するペルソナをお選びください。受けたまわりました。またの、あの。